はい、コツの趣味部屋へようこそ。今回はね、購入してきたものを紹介したいと思います。本日購入したもの、まずね、最初は、ブックオフですね。ブックオフに行って購入してきたもの、こちら、じゃじゃん。はい、ゾロのね、一番くじの G 賞の名言色紙っていうやつですね。これめっちゃ安いんですよ、これ110円。はい、ただこれね、欲しかったんですよ。このね、バーカ、俺は一生神には祈らねえ、かっこいい、このゾロの名言めっちゃかっこいい、これ欲しかったんですよね。で、110円で売ってたんで安いと思って、ラインナップはこういう感じですけどね。いや、ゾロのこの一言が一番かっこいい、一生神には祈らねえ、かっこいい。はい、こちらが一つ目。はい、で、二つ目、ブックオフですね。はい、こちら、はい、ジョルノ・ジョバーナ、はい、ジョジョの奇妙な冒険第5部黄金の風、はい、そちらからね、ジョルノ・ジョバーナ、これは非売品って書いてあるんですよね。ここに、Not for sale って書いてあります。イベント限定らしいですね。ジョジョの奇妙な冒険ラストサバイバーっていうやつ、それのアクリルフィギュアなんですけど、まあこれはもう組み立て積みなんですよね。本当はなんかこう枠があるんですけど、もうそこから突破しちゃってる状態の中古品です。まあ、これね、シールで隠れてますが、お値段は950円だったかな、980円だったか、確かそこら辺、はい、1000円以下ですね。はい、これは買えたんでね、よかったな。まあ、これも早速組み立てちゃいましょう。こういった感じですかね。いや、結構かっこいい。結構ね、大きさもあるんでね、こうね、出るとか比べると大きさあるんで、いや、かっこいいわ。ジョルノ・ジョバー、ピント側はね、いや、これはね、なかなか良かったなと思いますね。いい買い物だったかなって。はい。大体オークションだと1500円から2000円ぐらいですね。うん、はい。はい。で、2つ目が、ですね、ヨドバシカメラですね。はい、ヨドバシカメラで購入してきたものです。こちらですね、まずはね、はい、じゃん、はい、日本限定ボトル T シャツ、ジャパンボトル T シューツ、はい、こちら2200円、カカシナルト疾風伝、かっこいいカカシ、この絵柄の T シャツですね。これと、あとこちらナルトですね。はい、日本限定、はい、日本限定、はい、こちらも2200円。はい、まあ、2200円って書いてありますが、私これ実際、それぞれ500円です。はい。すげえ安く売ってたんですよね。ほぼ投げ売り状態で。で、2つとも L サイズなんですけどね。はい。500円、2つで1000円ですね。
や、これはいい買い物したかなと思うんだけどね。はい、これはいい。ボトル T シャツ2200円が500円、1700円引き、安い。はい、で、そこでヨドバシでね、実は、くじも引いてますね。珍しい缶バッチくじですね。缶バッチ、を、缶バッチのこの袋を開けると当たりが入ってたら、いいものがもらえる。はい、それのね、はい、こちら鬼滅の刃です。当たり付きトレーディング缶バッチ。はい、こちらね、なんか当たりが出るとタペストリーかなんかですね、もらえるんですよね。はい、で、缶バッチの種類は全10種類ということで、まあ何が入ってるかわからないんですけれども、まあ自分はこうやってピリピリっとね、まあ、その場でこれ確認するんですよね。はい、でピリピリってめくってね、はい、こう中見て当たりが入ってなかったんですよ。はい、まあ、缶バッチはねもう別に開けてあります。出た缶バッチがこちら、はい、ネズコ。いや、これ良かったですね。ネズコ、ネズコは嬉しい、可愛い。はい、まあ、普通の缶バッチですね。はい、ネズコ。で、ガチャガチャも回しました。はい、いろいろやりましたね。はい、やったのが、こちら、まあ、何かはわからないんで開けますね。はい、こちらジョジョの奇妙な冒険ジョジョコレカプセルフィギュアコレクション04ということでね、全7種。これはラインナップはこうです。空城ジョー太郎、ジョセフ・ジョースター、モハメド・アブドル、歌教員のりあき、ジャンピエール・ポルナレフ、イギー・ディオ。はい、イギー以外の全ての商品に台座がつきますっていうことでね。はい、でやって出たのが、まあ色でね大体わかるんですけどね。はい、こちらディオ。いや、これ嬉しかったね。ディオかジョータローがいいなと思ってたんでね。はい、ディオかジョータローかイギーがいいなと思ってたんで、一発でディオが出たんで良かったです。はい、これも実際もう組み立てちゃいましょう。はい、はい、組み立て終わりました。こちらザ・ワールド時を止まれ。いいね、ディオ。なかなか小さいんですけどよくできてるな、うん、はい、顔のプリントとかもよくできてますね。で、ピアス、はい、ディオ立ち。いや、これはいい。このシリーズはいいね。もうジョー太郎も欲しかったんだけどな、セットで並べたかったな。はい、はい、で、そこで、ヨドバシは去ります、去ります。はい、で、近くにね、まあ地域のね、セレクトショップがあったんですけど、そこで売ってたものを一つだけ購入しました。それがこちら、じゃじゃん。はい、富岡さん。はい、鬼滅の刃柄、富岡義勇。はい、こちらの沖縄限定、はい、沖縄限定のね、こちらスタンドフレーム、はい、スタンドフレームの磁石ですね。磁石ついてるんで、まあ冷蔵庫とかに貼ったりもできるみたいな感じですね。はい、シーサーがいますね。沖縄、こんなのがあったんで、ない、あったの、噛んじゃったけど、あったんだね。うん、
そこ寄らなかったら気づかなかったわ、はい、ポピーか出てる、ポピープロプリかポピーちゃんとしたね正規品ですね、はい、こちらを購入しました。はい、でまあその帰りにちょっとドン・キホーテに用事があったんでね、はい、そこでも、ちょっとね、久しぶりのものを購入しました。はい、はい、こちらです。超怖い話ガムはい、来ました。もう私のね、最初の方の動画で、大好評の、はい、シリーズのガム。これにはね、袋閉じにお話しシート1枚プラス呪いのお札1枚入り。これは初めてだな。今までお話しシートだけだったんですけどね、うん、呪いのお札も入ってんだ。これがね結構何種類かあるんですよね、うん、何種類だ書いてないこれ何種類か書いてないの、はい、これをね2つだけあったんですよね、ドンキホーテ、はい、これ確か超安かった気がする。トップセーカーだから30円か40円ぐらいじゃない、はい、なのでこちらはね、後々の動画でまたお話しさせていただきたいと思います。開封してね、怖い感じに、ご紹介していきたいと思います。はい、で、続いてね、ローソンによってね買い物をしました。はい、そちらのもの、はい、ご紹介します。こちらじゃん、鬼滅の刃ラバーストラップ、はい、こちらが買いましたね、はい、全15種600円、はい、ほぼ原寸サイズ、結構大きいやつですね。そちらから唐揚げくんのあのね鳥の鶏の絵のやつと一緒ですね。結構種類多いです。まあもちろん私は富岡さん狙いで、はい、富岡さんか根津子だな。そこら辺狙いで、600円もしたんですよね。結構高かったんで2つだけ購入しました。はい、ともう一つ缶バッジがあったんで缶バッジも買いました。はい、まあ同じイラストかな、うん、同じイラストの缶バッジですね、はい、ローソンロッピー HMV 限定、こちらも全15種、ラインナップは一緒ですね、はい、こちらは400円だったんで、まあ、一応 また2つだけ購入しました、はい、こちらについてはね、次回の動画で開封したいと思います。はい、はい、といった感じでね、今回はこういうね結構いろいろ買いましたね、はい、こういう感じで購入させていただきました、はい、ということで、こちらは次回、こちらはそのまた次で開封していきたいと思います。あと自分の動画ですね、これからの話になるんですが、ですねちょっと自分のね環境的に、声を張り上げての、動画を撮ることができないので、次からね、ちょっと、無言で、紹介していきたいと思います。はい、ちょっとね無言の、まあ、字幕でね今度から字幕で、ちょっと説明とかねそういうのを載せていただこうかなと思います。まあ、ちょっとね、いろいろとなんかやっぱ言われちゃうんでね、うん、声が小さい、聞こえねえとかね、はい。なので、ちょっと自分の動画的にちょっとね、
もう全部これから字幕でやっていこうかなっていう風な形に変えていきたいな、いこうかなっていう風に考えてます。はい。まあ、こういう超怖い話が、まあ、これは語らないと話にならないんで、これから話しますけど、まあ、こちらの開封動画に関しては本当にもう 無言でいこうかなと、はい、そういう、はい、そういう風にねやっていきたいと思います。はい。なのでね、皆さんそこら辺ご了承いただけたらなと思います。はい。ぜひね、こちらの開封もありますんで、この機会にチャンネル登録、はい、あとね高評価をしていただけますとね、これから動画を撮るのに励みになりますんで、ぜひ皆さんよろしくお願いします。ではね、今日は、購入してきたものの紹介となります。はい。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。